はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ロックマンの YD ステージにいるイエローデビルを実況したくてですね、こう動画を撮ろうと思ったんですが、前回ですね、まあ、前回という前回でもないんですが、間違ってセーブをしてしまってですね、また最初からになってしまいました。なので、はい、最初から、はい、イエローデビルまで頑張っていきたいと思います。最初はまあ当然のことながらカットマンですね。チャチャララチャラチャチャラチャ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 ララトルルル、懐かしすぎる。トゥルトゥ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 ル、懐かしい。危ない、怖い、痛い痛い痛い。得点、赤いボール、赤いボールとか丸いボールは得点なんですよね。危ない、いけいけ。あ、あれは回復だ。しかもでかい、言いたいっつーの。あー、消えた。最悪、もう、あー、また回復が。ロックマン1の時はあの回復と武器の回復アイテムが結構形が独特だな。ラッキーワープ、今のはラッキー。ここ確かチョッキンさんがやっぱり、三四郎のオールナイトニッポンゼロでもロックマン昔やってたな。あ、痛い。それを真似して、そうロックマン1をやりましたね前。三四郎の二人はゲームうまそうなこと言ってるけど、ロックマンはめっちゃ下手くそだったもんな。痛い。お、ファミコン、ファミコン特有のスローになる現象が。いた、やばい、今のミスった、うん、得点はいらない。連射、危ない。得点はいらない、回復が欲しい。チョッキンさん、チョッキンさん、あ、欲しい。あの青いのが武器回復アイテムや。あ、そうだ、スライディングがないんだった。なんだあいつは。いて、確かやっぱり、いて、電車機、電車、うわー、あー、いかん、これはさすがに。回復アイテム出てくる、あー、出んかった。確かロックマン1は敵もノックバックしてくれるか、それを狙っていきたい。いいね、嘘、ちょっとカットマン飛びすぎよ。よし、回復、やばい、
スライディングないんだよ。あと一発よし。ふう。そしてロックマンの1は飛びません。三四郎も言ってた、飛ばないみたいな、飛びません。はい、とりあえず最初のカットマンを倒すことができました。今回はここで一度終わりたいと思います。まあ、1対1本って感じですかね。よかったら、コメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。